憧れ5枚ウェイ、君とメイクアップして、空と海と大好きな街、青春エンジョイしよう。どうも皆さんこんにちは、高安瀬九州です。お願いします。お疲れ様です。はい、こんにちは、はい、お疲れ様です。この方々が誰かっていう話はちょっとこれからしますので、ちょっとまず皆さん聞いてください。ちょっとですね、今日はですね、ちょっといつもの動画と違ってちょっとこう倹約ムードになってしまうかもしれないですね。ちょっと私、まあ、怒ってると言いますか、ちょっと この気持ちをどこに向ければいいかわからないと言いますか、ちょっと今日もうせいせい案件と言いますか、せいせいせいって感じですね。はい、テレビを見ていまして、まあ、そこに農業の画像が、まあ、イメージ画像みたいなのが映ったんですよ。その時映ったのがこんな感じの画像だったんですよ。まあ、今イラスト屋さんのイラストをこう例で使わせていただいてるんですけど、こうおばあちゃんがこう腰を曲げてこう一つずつこう手で苗を植えてるみたいなイメージがこうパッと映ったんですよ。いや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 と、まあ、九州地方中心にですね、いろんな農家さんのところ回ってきたんですけど、もう手植えで一つずつしてる人っていうのは私は少なくとも見たことなくてですね、まあ、こういうその農業のなんて言いますかね、ステレオタイプっていうんですかね、まあ、そういうのがあるんじゃないかなと思いまして、はい、今日専門家呼んできました。よろしくお願いします。はい、こんにちは。ようやく喋っていただけますね。ごめんなさい、私ばっかり喋ってしまって申し訳ないんですけど、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、農林水産技術会事務局というところでスマート農業の技術開発を担当しています。はい、長谷川です。よろしくお願いします。もう長谷川さんですね、もうスマート農業はもうおそらく農水省でもトップレベルに詳しい方なので、もうやっぱり私がお話しするのもいいですけど、もうちゃんとこう予算とかにも向き合ってこう現場もたくさん見られてる方が来てくれた方がいいなと思って、今日はもうお時間作っていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして お若い松田さん、どうぞ。農林水産省の技術会議事務局の松田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松沢さんも今も、今新卒何年目なんですか？私2年目となります。っていうことはもうその新卒してすぐにスマート農業のこう担当になったと。あ、そうです。1年半勤めさせてもらってます。なるほど。まあ、ちょっと当たり前のように今スマート農業って今言ってたんですけど、まあ、その IoT とか IT とかロボット技術とかを使ったこう最先端の農業のことをまあスマート農業って呼んだりするんですよね。はい、まあ、ちょっと正確な定義とか今間違いなかったですか？合ってますね。あ、よし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 。まあ、やっぱ専門家が横にいるのが安心感がありますね。はい、まあ、ちょっとお二人ちょっと聞いてください。はい、この前テレビを見ていてこう農業のイメージでこれが映ったんですよ。これどう思いますか？農家さんが田植えをしてますよね。いや、ちょっと松田さん、それはそうなんですけど、はい、事実じゃないです、ただの、はい、どう思いますか？植え付けの深さは正しいみたいなんで、はい、なかなか上手じゃないですかね。いやいや、ちょっとしらじらしいですね。今僕の話を聞いてましたか？いや、これまあまあ確かにそう、植え付けの深さもこう農家さん熟練のこう深さみたいなのがあるかもしれないですけどね。こう最後ちょっとひねってこう根をちゃんとこう根付かせるみたいな、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、いや、そうじゃないですよ。もうその何ですかね、農業といえばこの風景だよねとかこういうものだよねって思ってる方がいらっしゃるということなんですよ。それどうですか？いや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 でハモりましたね。え、もう実際この どうなんですか、今も手植えをしてる農家さんって存在してるんですか？いや、手植えというと、はい、体験学習とかイベントでは時々見る光景ではあるんだけど、そうですよね、田植え体験みたいな。今の農家さん一人当たりってこれどれぐらいの面積を耕すんですか？そうですね、水田作で、はい、まあ、家族中心にやってる方々というと、はいはいはい、だいたいプロの農家さんで20ヘクタールとか30ヘクタールくらい、はいはい、だから東京ドームでいうとだいたい20面分ぐらいになる、そんな感じですよね。そうです、はい、
東京ドーム20面分を一人でされてる農家さんっていうのが、まあ、結構たくさんいると。なのでこう一つ一つ手植えでやっていったらもう絶対に無理なんですよ。はい、やっぱりこう、はい、腰を曲げて手植えっていうのは体力的に厳しいですよ。そうですそうです、体力的に厳しいです。大谷翔平でも無理ですよ。現在の稲作のこう作業についてこうちゃんとしたデータで見てみましょう。はい、あこれはね、はいはい、1960年、まあ、機械化される前のデータからこう、出してるんですけど、これ昭和中期ぐらいですよ ね、 はいはい。でも白井さん、そもそもこれ稲作が日本に伝わったのがどのぐらい昔だったかって知ってるかな。まあまあ私はですね、本も書いてますしね、縄文後期とかですよね。あ、さすが、はい、合ってる合ってる、縄文後期。そう、はい、そう、今からだいたい縄文後期だいたい3000年か4000年前ですよね。はい、そうですよ。ただその頃は田植えじゃなくて、どうも資料によると、はい、種を直接田んぼに撒いてたということらしいんだよね。あ、そうなんですね。そう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 、今はこう苗を育てて 苗をこう植えてますもんね、はい、あ、そうではなかったということですね、はい、なので実際苗を育てて田植えをするようになったのは弥生時代からっていうふうに言われてますよね。あ、なるほど、はい、ということはちょっともう一回出しましょう。このイメージは弥生時代の時から変わってないということですよね。一応ここで1960年というふうに出してますけど、はいはい、本当に何千年こうずっと手で植えてきたと、はい、なるほど、こういうことになりますね。そうですよね、はい、こう22時間っていうのはこれ機械化した後ですか。機械化した後ですね、まあ、この間1960年から2000年の間に田植え機、あとまあトラクター、あとコンバイン、これ稲の収穫をする機械ですね、こういうものが登場して、10R でこう大体200時間近くかかってたものが、機械化された2020年最近では今22時間。いや、もうこの劇的なやっぱ機械化ってすごいんですね。大きい効果ですよね。10R っていうと 10m×100m ですね。そうですね、 10m×100m の田んぼを植えて、育ててそれを稲刈りするまで全部の工程で何時間かかったのかっていうグラフですよね。そういうグラフですね。174時間から機械化してこう22時間ってもうこう8分の1とかするんですよね。そういうことですね。ここまで進化してるっていうことなんですよね。でさらに進化してるじゃないですか。これはもう最先端のデータではあるんですけど、田植えなんて今見えなくなっちゃってますからね。あ、本当ですね。 0.8 時間なんです。もうこれ青いところも線みたいになってるじゃないですか。もうなのでその段階で言えばその手植えっていうのはその今のスマート農業の前の前、もうさらに前ぐらいのイメージっていうことですよね。あの1960年の時の田植えの時間が27時間ですね、うん、あこれがさっきあの 0.8 時間と言ったから、はいはいはい、だいたい約30倍ですね。30倍、早いでしょう。あ、すごい、30倍の効率で今できてるっていうことですよね。手植えをするのの漫画ですとかアニメですとかやっぱメディアの影響もあると思いますし、あとはやっぱその田植え体験とかした時に、あれってその、まあ、私個人の意見ですけど、その食育の観点としてはめっちゃいいと思うんですよ。そのこんだけ苦労したものが食卓に並んでるっていうことじゃないですか。その食育の観点ではいいと思うんですけど、その将来の担い手の可能性はちょっとそのイメージがついちゃうと減っちゃうんじゃないかなって思っちゃうんですよね、はい。まあ、もちろんですね、農水省も良くないと思うんですよね。やっぱりこういう最新 その農業の現状っていうのをもっとこう YouTube で伝えるべきだということですよね。実際見てみましょうか、はい、これ本当に初めて見ます、僕。あ、これ 倍速ですか。いえいえ、通常の速度です。これめっちゃ速いですね。お、大体これがね、5年ぐらい前に開発された自動運転田植え機っていうんですけど、はあはあはあ、見た目にも結構速いでしょ。速いですね、速度でいうと秒速の 1.9 メートルっていうことだから、あ、もう早歩きぐらいじゃないですか。大体早歩きはないしは小走りぐらいになるのかな、はあはあはあ、でここからこう見どころなんですけど、ちょっと今見どころですね、はあはあ、今ターンしましたよね。あ、ターン、はい、ここのターンが難しいんですよね。難しいですね、田植え機は。次のこういう錠にどういうふうに入っていくかっていうのベテラン農家さんでもハンドル操作をねちょっとこう止めて、ね、ゆっくりゆっくり行くところなんだけど、こうやっぱり GPS で正確に制御してるから。あ、これ GPS で、そう、ちょっともう一回見せてください。これターンの時がこう一回アタッチメント上げて
でこうハンドル操作して、そうなんですよね。でまっすぐ田植えするっていうのもこれ見たら簡単そうに見えますけど、自分で運転したらめっちゃ難しいんですよね。難しいですね。うわすげー、うわちょっと今アタッチメントの上げ下げのところちょっともう一回見せてください。ここですか。上がって、おおすぐ下がった。上がっ降りたと同時にもう走る。すげー、うわー、あなるほど、全自動ではないんですね。ここは自分たちでやるんですね。そうですね。あーまあまあさすがにそうですよね。今だとこのリモコンを使って操作をするっていう形になるので、はいはいはい、例えばその新規就農者であるとか、うんうんうん、女性のような機械にあんまり乗ったことない人でも、はい、本当に正確に売られる。で今まっすぐって話があったけど、はい、カタログのスペックで誤差5センチ以内っていうふうに言われてる。誤差5センチですか。だけど実際はもっと少ないですよね、本当に1センチから3センチぐらいの誤差で植えられるような場所がほとんどですよね。はい、はい、これって普及はしてるんですかね。これも市販化されてますので徐々に、あ 手植えの時代はともかくとして機械で植えたとしても、はいはい、2人から3人の組作業で食べてやったのが、そうですよね、今や1人っていう形になるので、あものすごく効率的にできますね。そうなんですよ。その田植え機に乗る人とあぜの方で苗の補給のために待機してる人と最低でも2人は必要でしょうもん ね。 そ う、 ですね。うわすごい。これはこんな風になんか新しい技術みたいなのが農業はどんどん進んでるわけです ね、 ですね今。あれなんかちょっとカクカクしてませんか。ハンドルのことですかね。あそうですそうです、そハンドルがちょっと、あ、ハンドルが動いてますね。そうですね、実際よく気づいてくれました。こう田んぼって実際こう均一に見えるんだけども、はい、実際硬いとこ柔らかいとこ、はいはいはい、いろいろいびつなんですよね。なのでまっすぐ走らせようと思ったら、はい、ハンドルは持ってるだけじゃダメなんですよ。で傾いたらそっちの方にずっと曲がってっちゃうんで、逆に切ってあげないとまっすぐ走らないんですよね。それを GPS であるとか、あとこの傾きをこう検知するジャイロセンサー、うん、こういうものでしっかりと検知をして正確にハンドルを立て直すっていうのを自動でやってくれてるから、だからまっすぐ走るんです、ね、すごい、なるほど。まっすぐ走っていながらちょっとずつ微調整もしてるってことなんですね。実際まっすぐ走るのにもハンドルを操作しないとまっすぐ走らない。なるほど。これが田んぼの難しさですね。うわ知らなかったですね。長年の勘とか技術みたいなものがこう蓄積されて今その技術になってるっていうことなんですよね。なのでこう田植え機に乗るにも5年10年今までであれば1人前になるまでかかってたのが、本当に高校を卒業されて翌年にも本当に熟練者並みの速度精度で田植え機が動かせるようになるっていうのがスマート農業の一つの利点でもあるんじゃないかなと思います、ね、なるほど。農業をこう新規参入するってなった時にやっぱりその勘とか知識のハードルって結構高かったのかなと思うんですよ ね、 そ、 うです。それも1年に1回しかできない作業なので。そうですね、確かにそうですね。農業の一番難しいところって、ね、そうか、いつでも練習ができるわけじゃないですもんね。いやなんか見てて思うのがその便利になることだけじゃないこういろんな良さがあるんですね。そうですね。はい、あの今データもこう出てますけれども、現在こう日本の農業に従事している人の年齢構成っていうのを見てみると、はい、50代以下の方々の割合っていうのは全体の本当に2割っていうことで少ないんですよね。うん、そうですよね。であと10年後、こう20年後になると、はい、現在こう一番数の多い例えば70歳以上の方とか、あるいは60歳以上の方々がこう続々とこう引退していくので、そうですね、農業生産の現場ではこの担い手の大幅な減少が起こるということがですね、確実に到来しますよね。そうですね。60代でも若手って言われたりしますからね。そうなんだよね。なるほど。まあ、もちろんその人口減少ですとかその少子高齢化をそもそも食い止めるっていうのもやんなくちゃいけないですけど、 それはまあ農水省だけの話でもないというか農水省だけではできないところじゃないですか。まあ、それと同時にこういうこともやっていかなくちゃいけないっていうことですよ ね。 そうですね。農業というものはまあ効率的で誰でも取り組みやすい、はいはい、それでいて稼げるものにしていかなきゃいけないわけです、うん、一番最後めっちゃ大事だと思います。まあ、稼げるっていうことですね。しっかり収入が得られて利益が安定できるようになれば新規参入ってやっぱり増えていくものなのかなと思いますし、でもすごいなんか機械
って高そうといいますか、機械導入して利益取れるのかなっていう問題もあると思うんですけど、この辺どうなんですかね。まあ、例えばですけれども、小さな面積でやってるところにこう大きな機械を導入すると、なかなか機械の投資だけ で、そうですね、なかなか利益がこう圧迫されちゃうというのはあるんだけども、そうですね、今だと例えば農業支援サービス事業体って言葉知ってる、よく聞きますね、サービス事業体、例えばその農薬を散布するドローンを使って、要はいろんな方々が農家さん、あの中小規模の方もいるので、そういうサービス事業体に頼むと、現場にドローンで農薬を散布してくれるというようなサービスとして機械を一台一台買わなくても、そういうスマート農業の技術を導入することができるというやり方もあるんですよね。なるほど。機械を購入したりとか、あるいはドローンの場合は操縦する資格を取ったりとかね、そういうことも必要だったりするので、それがなくても技術にね、使っていくことができるよということなんですよね。なんか海行くときだけレンタカー借りるみたいな感じで、その通り田植えも1年に1回しか作業はないので、 その時だけお願いするっていう感じなんですね。そうありますよね。あ、それは確かになんかビジネスモデルとしてもいけそうですよね。その地域の田植えを全部一台のロボットで担当したりっていうのもあり得るわけですもんね。ありますね。これね、国産のドローンなんですね。あ、国産のドローン。そう。へー。はい。で、今ですね、こう見てわかる通り、はい、だいたいこうあれですね、稲のだいたい2メートルかちょっとそれよりも上から農薬を散布するんですけども、あ、今これ農薬を撒いてるんですね。はい。で、農薬を撒くって白井さんもどんな風に撒くか知ってるよね。スプレッサーでこう人がホースを持って、そうですね、こうあれ結構時間がかかるんですよ。時間がかかりますし、あとはまあ実際にホースをこうやって農家さんが使ってやるので、その農薬を自分にこう浴びたりしないように、夏の暑い日でもこう雨がっぱとかを着てやるので、結構これ重労働ですよね。田んぼの中に入ったりもしますから、はい、それがこういった形でドローンでやると労働時間で見ると半分よりももっと短い時間でできるようになるし、実際にその農家さんも農薬あまりこう直接ね、かぶったりしないということで非常にこう安全で安心ってことですよね。ホースで巻いていくとやっぱムラも出やすいんですよ。そうですね。ムラもこれ上からかけてるわけですから均等に巻けるわけですね。これもそうですね、 GPS を使ってもう自動航行という形で、本当に規則的にこう正しい軌道で巻けるので、こういわゆるこう巻いた位置がかぶったりすることもないので、実際にその散布する量もものすごく低減、減らしたりとか、そういうような効果もありますよね。なるほど、はい、その他の田んぼに自分のとこの農薬がかかっちゃうっていう、そのドリフトって言われるのもあるじゃないですか、それはホースと比べてどうですか。ホースと比べてみるとやっぱりちょっと高い位置からかけてるので、やっぱり一番のポイントは風が少ない時にかけるっていうのが一番ドローのポイントになりますよね。あ、上からかけるわけですからね。そうですね。そうか、風には乗りやすいわけですからね。ただ一つ新しい技術があって、今実際この映像ではこの田んぼの全面に農薬を撒いてるんですけれども、今一番新しい技術は病害とか、あと害虫ですね、虫害、こういったものが発生した場所をあらかじめドローンでセンシングということで上から撮影をして特定をすることで、そこのその害虫や病害が出ているところだけにですね、スポット農薬散布というんですけれども、絞って農薬を散布すると散布量を通常 の、その農薬のサンプル量の10分の1ぐらいに減らしたりとか、そういう新しい技術も開発されてるんですよね。すごい、はい、その写真を撮って解析するってことですか。そうですね。賢すぎませんか、画像を撮ってどこに病害があるかっていう病範を細かい画像から解析ができるんですね。AI を使うってことになるんですけれども、そういう技術もあるんですね。そしたら環境負荷も抑えられますね。抑えられますね。ちょっと面白い映像が画像があるので出してみましょうか。で、あれこれ何ですか。あの宮崎県で行われた G7 の農業大臣会合、相棒の野田さんもね、一緒だったんですけど、野田さんいましたね。いた、僕は行けなかったやつですね、これ、これ実は僕なんですよ。え、各国大臣の前です、ドローンをね上げたんですよ。持ってるんですか、松田さんが。これ持てるぐらいの重さなんですか。実はこれ10キロぐらいしかないんですよ。ものすごくこう各国の大臣からも注目されて、クローズアップされたんですよね。
まあでもその他の先進国と比べてもその日本の少子高齢化って全体で見てやっぱり進みが早いじゃないですか。農業だったらもう特に早いので、やっぱりその分野で日本ってすごい前線に行けるのかなって思うんですけど。その通りですよね。本当ですか、はい、こういうスマート農業を使って生産現場を効率化しましょうというふうに着手した時期も我々が一番早かったっていう実態があるんですよね。あ、じゃあ G7 これ大チャンスだったわけです ね、 そうですね、日本の農業技術を伝える。そうですね。これも農薬散布ですか。そうですね、これドローンじゃないんですけれども、はい、自律走行型農薬散布ロボットということで、これはまあ地上から実際にこう人が操縦をしなくても、はい、自動で農薬を散布してくるロボットですね。でこれネギの補助ですけれども、2台のその散布ロボットを使って、はい、ものすごく効率的に農薬を撒いてるんですけども、さっきのドローンはものすごく効率的早いっていうところではいいんですけれども、どうしても少量の薬剤をさらっとかけていくようなイメージになるので、確かに病害の種類によってはまだまだ効かないものがいくつかあるんですね。そうか、作物は選びます選びますね。なのでそういう種類、作物の種類によってはこの陸上のこの車両型のものの方がむしろ好まれているようなものもあるので、まあこういう新しいタイプの散布ロボットというのも最近登場してきてるっていうことですね。なるほど。その病気の種類によってはちゃんとこう 土まで浸透しないと意味ないっていうのもあるんですもんね。ありますね。なのでこれで今300リットルの薬液を詰めるような形になるんですけれども、結構大きいですよね。いや、そうですよね。まあそれを300リットル積んでしっかりと散布することで、さっきの土壌のそのまあ要は株元までしっかりとかかるような散布の仕方っていうのができるっていうのが特徴かなと思いますね。やっぱりこう作物によってその技術もやっぱこう選ばない適用していかないといけない、変えないといけないってことですね。なるほど。なのでドローンだけで全てまあ、賄えるかというとそうでもないということで、はいはい、いろんなタイプの技術というのを組み合わせて使っていくということがやっぱり重要になりますよね。これ深谷ですか。これそうですね、深谷市でネギ の農薬の散布をやってる、まあ、深谷ネギって有名ですよね、はいはいはい。まあ、深谷ぐらい大産地だったら導入してそういろんな、ね、たくさん その面積を補えるっていうのがあるかもしれないですね。これはね、よく出てくる、最近よく出てくるロボットトラクターですね。乗ってないじゃないですかこれ。そう、ロボットトラクターで、はい、これ2台協調作業って言うんですけれども、はい、後ろに人が乗って、はい、前の方がロボットトラクター無人ですよね。前の方の、まあ、トラクターの安全を確認しながら、はい、2台同時に作業する。つまり1人で2台動かせるので効率は2倍になるっていうことですよね。なるほど。なんかスタンドが運転してるみたいなイメージなんですかね。そうですよね。すげー。実際こう中に乗ってる人も 手を離しても運転ができるっていうことで。あ、なるほど。先みたいにこう自分でハンドルが動くわけですね。そうですね。でもこれはでもその2台一緒にしなくても1台のロボトラで、うんもできるわけじゃないですか。できます、できますね。なので動かし方はいろいろあって、例えば1台目をこう耕す、2台目で種をまくということで、うん、まあ、協調作業というのはそういうことなんですけども、うん、そういうやり方もできれば、うん、もう1台を本当に遠隔地から無人でコントロールするようなやり方っていうのも今まさに開発中なんですけども、あ、そうなんですね。まあ、そういうのはありますよね。これってやっぱり監視義務はあったりするんですか。今はありますね。あ、そうなんですね、はい。まあ、でもゆくゆくはもう技術の蓄積でもう安全性も証明できるよっていう風になったら、もしかしたら家にいてもこう動かせるようになる可能性があるっていう。将来的にはありますし、今そういう方向で技術開発進めてますね。なるほど、はい。まあ、その農場っていうのは私有地で公道ではないってにしてもやっぱり事故が起きた時にっていうことですよね、はい。お子さんが たまたま入って来られたりとか、まあ、そういうリスクはどうしてもありますんで、そうですね、そうならないようにこう緊急停止っていうような機能がしっかりとついてるってことですよね。そうですね。注意喚起のためにも言いますけど、やっぱり農業って他の産業と比べて事故率非常に高いんですよ。そのトラクターの乗り降りとかもそうですし、こうあぜ道に入っちゃったとかもありますし、便利になるだけじゃなくて、こういう技術って安全性を高めるっていうのも、だってそもそも人が乗ってないわけですから。でもこの自動ブレーキの開発ってめっちゃ大変そうじゃないですか。そうなんですよ、よく聞いてくれました、はい。なんか、はい、あるんですかこれね、はい、自動ロボットトラクターの研究開発って、はい、
平成25、6年ぐらいから本格的に始まったわけなんですけど、もう本当にね、最初開発当初はもうこうよく止まったんですよね。で、我々も現場に出て一緒に技術開発のスタッフの方々と現場でこういろいろ実際実装するところを見たりしてたんですけども、これ見てください。何かわかります？あ、これ、あ、もしかしてあれですか、その雑草を検知して止まっちゃった。そう。そうなるほど。これさっき私が話したように、人ですよね、人とか障害物を検知して自動で止まる機能を開発しなきゃいけなかったんだけれども、はいはいはい、この人と雑草を区別するっていうのがなかなか難しかったんですよね。ちょっと慎重すぎますね、これは。で、本当に5年くらい前にトラクターが、ロボットトラクターが発売された頃も、まだまだその完璧ではなかったんですけども、最近は随分その辺のプログラムも修正されて、こういう緊急停止が実際本当にパッと発動するところの場面も、本当にしなきゃいけない時にパッと止まるようになったっていうのが、やっぱり技術開発ようやくこう進んできたなというところなんですよね。人だけに止まるようにうまく設定したというようなチューンアップが重ねられたというのがここ最近の進歩ですよね。もともと効率化のために作った技術が、 その止まることによって効率的でないということになると、技術の価値がなくなってしまうので、そこをいかに高められるかというのがやっぱり技術開発の重要性かなということで、我々としても頑張ったんですね。そこのバランスも難しいわけですよね。安全性と効率性のバランスみたいな。そうですね。いや、これ何回見ても気持ちいいですよ、これ。早いでしょう。これ分かります？皆さん、これキャベツ収穫してるんですよ。これすごいですよね。気持ちがいいですよ、見てて。で、これはその、まあ、運転してる人と、あと上で外の外葉って葉っぱですよね、はいはいはい、それを若干整理をしないといけないんですけれども、まあ大体こう 2,3 人で作業ができるんですけど、はい、作業速度が本当にこう人でやるよりも、まあ、本当何倍っていう速さですよね。うわ、気持ちがいい、これ。あと一つ大きく言えるのは、さっきの包丁でキャベツを収穫するとき、やっぱり腰をかがめて、はいはい、しかも重いキャベツをこうコンテナに入れて、それを持ち運んだりもしないといけないので、やっぱりもう腰にくるんですよね。まあ、それが腰を曲げる作業が一切これなくなるので、本当にいろんな人がこうキャベツの収穫に携われるようになったっていうのが、これも新しい、見ていただきたいところかなと思います。あ、皮も剥いてるんですね。そう、今はこう皮もあの自動で剥けるようになって、綺麗にポンって出てきますもん、はい、あの今だからこう、今こう開発された当初は、この機械の上に2から3人ぐらいは乗らないと動かせなかったのが、はい、本当に乗る上に乗ってこういった、コンテナに詰めるところとか、本当にごく少人数で機械が動かせるようになるっていう形に、ようやく最近なってきたかなっていうことですね。めっちゃすごいですね、これ、はい、これはリモコン草刈り機ですね。はぁ、草刈り機を、結構あの大きくて太い茎の太い草があの生えてますけど、はい、かなりスムーズに刈ってますね。力強いですね。すげえ。あ、こういうタイヤなんですね。そうですね。あ、タイヤというか、なんかクローラーっていうんですかね。クローラー、はい、で、これはあの、まあ、最近開発されたものなんですけれども、シャドで言うと大体45度、はい、スキー場行ったことありましたっけ。はいはい、あります、あります。スキー場できつい斜面でも30度ぐらいですね。なので45度って本当絶壁に近いですよね。そうですね。まあ、そういうところでも滑り落ちずにしっかりと枯れるっていう、そういう機械ですよね。あ、本当ですね。斜めの45度ってスプラッシュマウンテンじゃないですか。最後のスプラッシュマウンテン、最後あれ45度ぐらいの、あれ45度なんです。あれはすごい角度だよね。そう、スプラッシュマウンテンでも、はいはい、いけるということですね。ということ で、はい、で特に中山間地域ってあの、はい、今日本の中でも一番そうです、ね、あの高齢化に苦しんでいるところなんですけども、そうですね、そういうところはやっぱりこういう乗り面が多いですよね、はい、多くて急ですよね、はい、で、まあ、そのところの草刈りっていうのはやっぱり夏、やっぱり一番草が伸びる時期に刈らないといけないの で、 そうです、ね、重労働ですよね、うん、暑い中で、はい、まあ、それをこうやって自動化できるっていうことで、うん、非常にこう現場でも、まあ、注目されていて、どん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 導入が進んでるという技術になるんじゃないですかね。今まではあの、まあ、こういう急斜面を刈れる機会が少なかったんですけれども、それがこういう
クローラー式のものが出てくるようになって、ようやく枯れるようになったってことですよね。でっかいルンバみたいな、ね、そうですね、はい、これですね、映像、あ、これなんか絵的には地味かもしれないですけど、これすごい技術なの。すごいですね。これはね、あの施設園芸の統合環境制御システムっていうんですけど、はい、ちょっと長い名前なんですけど、はい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 、あの施設、あのハウスって言われてますけど、はい、その中の気温であるとか、はい、あるいは湿度、あるいは最近は CO2 二酸化炭素ですね、はいはいはい、あの植物が光合成するのに必ず必要になる二酸化炭素、はいはいはい、これを自動的に作物の生育に合わせて制御することで、はい、収量だとか品質を高めていくことができるということですね。これやばいですね。でこれすごい。そうです、この技術を入れることで通常のハウスと比べて収量が3割程度伸びたというような事例が極めて多いですよね。あ、なるほど、はい、あとは実際にその例えば水を出すためにバルブを開けたりというところも全部自動化されているので、実際家にいながら、この画像でも分かるように、はい、自宅のコンピューター上からハウスの環境を制御できるということもあるので、やっぱりさっきの担い手不足という意味でもこの技術というのがとっても大切になっているということですよね。これすごいですね。扉を閉め忘れたりとかです ね、それでこう、はい、気温狂っちゃったりとかあるんですけど、 それも気づかないわけですよ。 そのスマートフォンとかなければですね、はい、でもこれ教えてくれるわけですもんね。れるし、あとはその実際に本当に自動でということで、うん、ある気温に達した時に自動で開けたりということで自動制御もできるんですよね。あ、なるほど。そうすることで、あの開け忘れ閉め忘れっていうだけじゃなくて、しっかりと閉めてくれたりするので、うん、暖房費を節減できたり、まあ、燃油の節減ですよね。なるほど。そういうものにもつながったりするっていうことで、やっぱり現場でも非常に今注目されてますよね。やっぱハウスは収量が多くないと。そうですね、ですもんね、はい、野菜育てるにもトマトもその露地栽培と言われているものとハウス栽培って言われて、そのビニールハウスの中でするのと太陽の下でやるのと2つあるんですけど、そのハウス栽培の方がお金はかかるんですよ。もちろん暖房も焚いたりとか、そもそもこれハウス建てなくちゃいけないですし、でもその分を収量をたくさん取ることによってこうカバーしなきゃいけないわけですから、だからそのこの自動制御システムによってこの水分量とか気温とかも全部管理できるわけですからね。それで収量3割上がると、長い目で見たときに導入コストよりも上に行く可能性があるということですよね。そうですね。あの農水省の方で進めていたスマート農業実証プロジェクトっていうのがあるんですけど、やっぱりこの施設園芸のところがやっぱり収量品質が高まって、実際機械を導入するコストを考えても利益がさらに上がったっていう実例が一番多いのがこの統合環境制御システムになるということですよね。そうなんですか。これは結構もう割と普及してますね。あ、そうなんですね、はい、この統合環境制御システムを、まあ、ある、まあ、最初は数人ぐらいでこう導入し始めて、はい、その中で一番こう収量が上がった人のデータっていうのを産地全体に広めることで、産地のレベルアップにもつながりましたよっていうような、そういういい事例も出てますよね。ちょっと視聴者の皆さん、これ次の動画いってないですかね。ちょっとマニアックすぎるかな。いやいやいや、違います違います。あのめっちゃ面白くないですか。もうなんか私その車の、うんマニアの方とか、はいはいうん、重機のマニアの方とか結構いらっしゃるじゃないですか、はいはい、農業機械のマニアも絶対に増えてくると思うんですよ、ね、やっぱこういうの見せ続けるとです ねこれめっちゃ面白いですよね、うん、そうなってくれると嬉しいですよね。いや、そうですね。やっぱりね、この分野もいろんな若い人がどんどんアイデアを持ち込んで新しいものが開発されるというのが重要なんで、これ見ていただいた、例えば大学のね、はい、工学部の方なんかが、はい、じゃあ私も農業機械開発やりたいっていうふうに言ってくれると嬉しいね。いいです ねこれで卒論書きましょう大学生の皆さんは。次出てきます、ね、あ、これ牛ですね。牛ですね。首になんかつけてるこれのことですか。そうですね。これは、まあ、いろんな言い方があるんですけど、モーションセンサーって言われていたりして、はははは、牛のその実際例えば首を上げ下げして餌を食べたりとか、はいはい、歩いたりするっていうことをこのジャイロセンサー、加速度センサーを使って検知をして記録するっていう、まあ、そういう新しいものなんですけど、はい、例えば餌をちゃんと食べてくれてるかどうかとか、
あるいは発情ってわかるよね、はいはい、わかります、繁殖をするときにその発情してないとまあ、種付けができなかったりするんですけども、はい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 、そういう発情をその見極めたりするのに今までであれば畜産農家さんがずっと現場に張り付いて見てないといけなかったのが それが自動で検知ができるということで、やっぱり畜産って24時間こう休みがないと言われてますけど、そうですね、こういうセンサーを使うことでしっかりと休みも取れたりとか、まあ、そういうふうな効果としてはとっても重要な機械かなと思いますね。センサーで発情が分かるんですか？分かる。体温とかですか？センサーでやっぱり行動がやっぱり動きが多くなるっていうのが一番ですよね。まあ、そういった動きのこの多さっていうのを、まあ、行動量というんですけど、センサーで検知をして、あ、ようやく発情し始まったなということで、種をつける時期も早いねとかですね、そういうようなことを今分かるようになってるっていうことですよね。なるほど。メス牛の発情のタイミングを見て、こうオス牛から取った精子をこうなんか注射器みたいなやつでチュッチュッてこう入れていくわけですよね。人工受精ですね。スマート農業やっぱ私知れば知るほど面白いと思っていて、もうなんか日本の農業のやっぱこう新しい可能性的なのもやっぱ見つけられるかなと思ってですね。じゃあ終わりましょうか、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。